野球観戦の盛り上げに一役買っているスタジアムのビジョン。このビジョンを操っている場所、そこでは、ベース行って、ベース早く、僕よりチャージもあります。チャージ行かない。1秒たりとも集中力を切らすことができない演出家たちの戦いが繰り広げられていた。楽天生命パーク宮城の中枢、実力コントロールルーム。スタジアムの一塁側にある黒い建物、ここが楽天生命パーク宮城でビジョン演出、試合進行を行う場所、コントロールルームだ。今日まで仕込み、リハーサルやら、練習やら大変お疲れ様でした。今日全部ぶつけられないように頑張っていきましょう。チーズ、まあ、声出さないで、うん、びっくりして声上げないで。話の流れの中で、今、正面広場と組み合っているようなお話を聞いてますよ。ちょっと、ね、時間を置いて行っていただくとかしてくださいなみたいなのが言えると親切かなと思います。この開幕戦、待ちわびたお客様多いと思いますので、その方々に向けたメッセージ、それから一番大事な、コロナ対策に関するメッセージ。開きます。岡島さんの今食べてるそのご飯は何ご飯なんですか？え、これですか？はい。何ご飯だろう。お父さんこれ何？あ、鶏ご飯です。え？鶏ご飯。違う。それ晩ご飯です。あ、晩ご飯です。晩ご飯。あ、内容じゃなくて。メニューは聞いてないですね。はい、晩ご飯です。晩ご飯ですね。はい、早っ。そうなんですよ。バタバタしちゃって食べられなくなる。ベース早く、ちょっと早めに行きましょう。
てナイスプレー出したら、これアウトでしょう。完全アウト。はい、これで終わりましょう。はい、ナイスプレー行きましょう。で、田中。お疲れ様でした。ナイスゲームでした。今日なんか結構トラブってませんでしたか。そうですね、まあ、もちろんあの入念なチェックは昨日も夜遅くまでやってて、予想外のトラブルがいっぱい起きてです、でもまあなんとかチームが勝って、あの無事終わってよかったあれですね、司令塔みたいな感じなんですね。それでも司令塔ってことでもないですけど、はい、なんか僕が温度を取って、あと皆さんこうプロフェッショナルまあなんとか乗り切れました。MC ブーストもやり取りする。MC ブーストここらの連絡線で喋りながら、MC の千葉さんだったり馬場さんだったりとこれでお話をして、はい、あとたまに球団のスタジアム事務所とかなんか職員とも連絡取り合ってる感じ。そうですね、あの職員の皆さんと無線かあとバイバーで、はい、連絡を取ってます。それどんな連絡が来るんですか。例えばあのキャッチャーの後ろにある LED のビジョンの輝度が明るいよとか、もうちょっと暗くしてとか、こういった連絡とか、あとなんか施設内でこうトラブル、ビジョンでここが穴開いてるよとかっていう、なんだろう、不具合あるよとかっていうのを、無線で連絡いただいてる施設なんです。それ全部ここで対応してるんですか。そうですね、基本的にここで全部のビジョンと、その館内協調とか、そういった映像系を扱ってるので、ここにちょっと連絡が集中します。お疲れ様でしたまたシーズン長いですけど、これ全部菅島さんが毎試合やるんですか、今日の役割。そうなんですよねでも、まあ、勝ってくれればね、病気になれないですね。病気になれそうですね、でも負けるとすごい疲れちゃう勝ってくれたんで、まあ、明日からまた頑張りそうです、ね。じゃあまたいろいろイレギュラーなこともいっぱい起こるんでしょうけど、はいはい、そうですね、この後また不具合のちょっと検証をして、あ、この後、はい、明日までに直さなきゃいけない。そうです、ね、頑張ってください。お疲れ様でした。コントロールルームの業務はまだまだ続く。お客様の野球観戦体験をちょっと特別なものにするビジョン演出、楽天生命パーク宮城にご来場の際はぜひご注目ください。